今日は今から滝沢歌舞伎を見に行ってきます。とりあえず最初のみんなのさ、うん、その振り返った時のビジュが素晴らしいやん。もうなんかもうほんと声出さないように必死。だからパンフレット見よう。まだ見てない中の。もうなんかちょっといろいろ言いたいことあんのにさ、もうなんか。何？いや、なんかその見てた時は、うん、はぁみたいな、ちょっと共感してほしいみたいなとこがあるのに、次のその共感してほしいところが出てきた瞬間、その一個前忘れるからさ、何を言おうとしたのか覚えてないのよ。面白すぎる。あのメイキッドホットの衣装がめっちゃ好きだった。ネオンの光ってたやつ、記憶飛んでました。記憶飛んでますね。どんな感じだったかな。何、どういう歌。あのお母さんが好きっていうやつよ。こうグインって違ってる。そうそう、グインってするやつ。そうそう、それなんかその歌舞伎と普通の演技となんかライブステージみたいなのと、あ、立て立て立て、めっちゃかっこよかった。あれやばいすごいなと思った。あれやばいと思って、であれさ、なんかすごいスピーディーだったじゃん、カメラワークが。なんか誰の顔か、誰がしてるかを認識する前に消えていくやん。でなんか多分ちょいちょいね、ジュニアの子もおったの、その相手役の方に。すごいなと思って、立てはね、なんかすごいな。すっごいかっこよかった。なんかおとなしい顔してるんだけど、なんか派手、決して派手な顔じゃないやん。そうか、うん、まあ、派手ではないのかな。ないやろ。けどなんかハッてした時とってもいい顔なさるよ。いや、普段からとってもいい顔なんだけど。そうなんやけど、なんかちょっと笑ったら甘えん坊さんの顔やなとかさ。わかる。めっちゃわかる。すごくわかる。かっこよかった。まあ認めよう。まあ認める？やった。あれ、うちは分かったんやったっけ？うちは買ってない。買ってない？そうよ。すごくない？まあ抑えとうやん。そう。まあちっちゃいからね、9人もいるとね。あ、何が？あ、カウコンの？うん、買ったよ。カウコンは買った。あのライブのうちは買ってた。個人のうちは。個人誰買っていいか分からんのよ。あ、そう。あ、もうみんな買ってしまうかもしれんと思って。滝沢歌舞伎めちゃめちゃ面白かったです。なんか舞台でも映画でもない、なんかすごい不思議な感じでした。なんか現場に直接行ったようなぐらい、なんかすごいと思って、すっごい面白かったです。
メロンソーダとジンジャーエール。お先どうぞ。光が。Thank you.